長妃の枝間は、第一共和国時代の大韓民国における政治家で、1960年大統領選挙における民主党の候補者。号は、医師。中世南道天安市出身、甲州英明学校を経て、1911年表に安んたか学校を卒業。延べき専門学校を1914年に卒業した後、アメリカコロンビア大学で、 政治経済学を専攻した。帰国した後、延べき専門学校専任講師となったが、教育方針の対立で、辞職、1927年、新幹会の創立委員、財政総務を務め、1929年、公衆学生運動を背後操縦したとして逮捕され、3年間服役。1937年には、収容同友会事件で、再び逮捕され、 二年間服役することとなった。1945年8月の降伏後、総チーム超特集とともに、韓国民主党の結成に参画。米軍政庁の刑務部長に就任、韓国警察の創立に関与するとともに当時大きな勢力を有していた左翼勢力の摘発に力を注いだ。1948年、大統領特使、 国連韓国代表を務め、1950年に勃発した朝鮮戦争では内務部長官としてテグシシュの戦闘に立った。その後、李正万大統領との意見の衝突で辞職し、反李正万勢力の主要人物となった。1954年の第3代総選挙、1958年の第4代総選挙に当選。1956年、 民主党代表最高院に選出1959年11月の征服、大統領候補者指名大会で民主党の正大統領候補に指名されたが12月に病を患い翌1960年1月末に治療のために渡米したが2月15日にワシントン DC のウォルターリード陸軍病院でがんのために死亡した中とに民主化運動に関わり 自由先進党所属の国会議員であった、張春公は、三男にあたる。ありがとうございます。